左からビルアイアム・ア l I ア m Apple The a ブ p Taboo b l a c はアメリカ合衆国のヒップホップミクスチャーグループ。これまでにグラミー賞を6度受賞している。日本でのキャッチフレーズは猿でもわかる例例。2009年のシングルブンブンパウはビルボードホット100で12週連続1位を獲得した。また、愛がったフィーリングと合わせて26週連続1位となり、 ビルボードホット100の新記録を達成した。アップルでアップとファーギーツイーターセンターでパフォーマンスをするビップ1988年、同じ学校に通っていたウィルとアップルが出会い、ブレイクダンスグループのトライバルネーションに入る。1989年、ウィルとアップルはトライバルネーションを脱退し、ヒップホップグループのアトバンクランを結成する。1992年、 EGE が社長だったことで有名なルースレスレコードと契約。グラスルーツをリリース。1995年の EGE 死去を機に彼らはルースレスレコードを離れる。この頃にダンサーのタブーが加入し、ブラックアイドピーズにグループ名を改める。ロサンゼルスを中心にライブ活動を始め、評判が広まっていった。1997年にビップのパフォーマンスは、 多くのレコード会社の間で話題となり、契約合戦となった。最終的に、インタースコープと契約。1998年6月、ファーストアルバム、ビハインドザ・フロントをリリース。また、この頃にファーギーが、ロサンゼルスでのビップのライブを見て、ファンになる。2000年9月、セカンドアルバム、ブリッ n ングザ・ギャップをリリース。同年、渋谷をイーストでのイベントのため、 初来日した。2001年にウィルが初のソロアルバム Lost Change をリリース。2003年4月頃ファー g i が加入。6月に3作目のアルバム Elephant をリリースし、ファーストシングル Where is t Love? が大ヒットした。11月には iPod の CM 曲にヘイ y マ a が起用されてヒット。人気を確立する。2004年9月。 DVD ビハインドザブリッジとエレファンクをリリース2005年6月4作目のアルバムモンキービジネスをリリース年間アルバムトップセールスで5位を獲得した2006年5月リミックスアルバムリネゴシエーションズザリミキシーズリリース7月に来日し大阪上ホールと日本武道館での公演を果たす7月17日放送のスマップスマップに出演 ロンドンブリッジとパンプイットを披露した。2009年6月、5作目のアルバム、ジエンドをリリース。4月にリリースされた先行シングル、ブンブンパウが初のビルボードホット100で1位を獲得。2010年、サムデーが映画ナイトアンドデーの主題歌に起用された。2011年2月6日、NFL 第45回スーパーボールのハーフタイムショーに出演。 2011年11月、無期限の活動休止を発表した。2015年1月、2015年に結成20周年を迎えることを記念して再結成することをビルアイア・ヤムがメトロガミにコメント。新作のレコーディングに向けてスタジオ入りを始めており、結成20周年記念ツアーも計画している。2019年10月、j ワルビンを客演に迎えた新曲。 リートモをリリース。ビルボードホット100で26位を記録し、活動再開以来初のチャートインとなった。ありがとうございます。